今回も MDL 楽しく遊んでます。結構辛い話で愚痴なんですが聞いてください。私はプレマで連戦するのが好きでよくやってます。自分で部屋建ても結構しますし、人が少ない部屋に入ることも多いです。昨日負けた人にリベンジを挑んだりとか、その場でトレモで対策して攻略できるなど、プレマならではの楽しさを感じてました。ここで問題の話なんですが、ツイッターのキャラ攻略ハッシュタグってあるじゃないですか。それで情報を見ていたんですが、そのツイートの中で私のことをつぶやいている方がいらっしゃいまして、かなりネガティブな内容が書かれてました。要約するとサブ赤しょがりクソ野郎みたいなことが書かれておりまして、結構答えておりますという感じです。アカウント名も普通に載せられてました。サブ赤ではないですし、ランクまでは勝率が4割のところまではランク上げてあって、格下に粘着するようなこともしていませんし、プレマでの勝率も4割切るくらいなんですが、そのように感じられたようでツイートされたようなんです。多くの人が見れるキャラ攻略の場でこいつとは対戦するなみたいに書かれているのはかなり困ります。ランク下げに見えたのは申し訳ないですし、褒め言葉とも取れるんですが、できればプレイヤーカードの詳細を見てから発信してもらえたらよかったなと思う次第であります。なるほどね、かわいそうに。これは辛いね。やっぱつれえわ。そりゃつれえでしょという感じなんですが、まあそうですね。でもなかなかねこういうの難しいよね。基本的にこの人がやっぱり被害者だなとは思います。なんだろう、でもお互い向こうの人もね多分善意でやってると思うんだよ。対戦で負けて、おこの人めちゃくちゃ強いじゃんみたいな、こんな人と対戦したらみんな困っちゃうかもしれないぞみたいな感じで言ったやったかもしれないし、それを装った、まあ、ちょっとね悪質なプレイなのかもしれない。ちょっと分かんないこれは。けどやっぱねその辺はやっぱ気にしているとキリがないといえばキリがないような問題な気がしますね。うちらからは何かお助けできるあれはないんですけども、結構ねやっぱりネットでそのなんだろう悪質なプレイを見たときに、あこの人の話じゃなくてね、何らかのゲームで良くないプレイを見たときにこう注意喚起をするみたいなのってさ、風習として結構あるじゃない。そのこういうのがありましたみたいないうなんか風習というかさ雰囲気あるじゃない。でそういうのに見慣れてる人からすると、俺もこういうのやってみたいなっていうよくわからん憧れがあると思うんだよね。だからあこれきっとしょがりだって思った時にワクワクして書いちゃうわけよ。おいよこれしょがりの注意喚起するタイミング来たんじゃねっつって、よく調べもせずにウッキウキで書いて、しかもちょっと話持っちゃうみたいなね、ただのね憧れの可能性がある。やりたかっただけ。僕も注意喚起してみたかったっていうキッズの可能性が非常に高い。まあそこまで言うとちょっとその書いた人に失礼かもしれないんだけど、まあ多少はねやっぱそういう気持ちもあるんじゃないのかなって俺は思ったりしますね、という感じかなと思います。まああんまりねそう直接書かれるとちょっと嫌だなってやっぱ思いますね。インターネットで本当良くないなって思うのが、そのなんだろう、良くない情報しかね、良くないっていうかその正しくない情報しかネットに残ってない場合、正しくない情報しか伝わらないっていう、まあ問題点はあるよね。まあ最初に嘘ついたやつが正解っていう、正義っていうかさ、まあよくあるじゃん。まあマスメディアっていうか、やつでも、ね、適当な飛ばし記事書いて、すごいバズった後に、その後、すいません、間違いでしたってツイートしても、間違いでしたってツイートは大してバズらんという話ね。間違った情報を出してバズらした時に、まあ、一番リツイートとか言ったとしても、すいません、やっぱこれ間違いでしたわってツイートって、まあ、100リツイートとかで終わっちゃうから、まあ、大して拡散されず、みんなその間違った知識だけで済んじゃうっていうのは、結構やっぱこの SNS 時代抱えてる問題ですよね。まあ、きっとこの辺の問題は、イーロン・マスク氏が全て解決してくれる。あいつが全て解決してくれると、私、期待しております。イーロン・マスク、プリーズ、助けて。なんか、ツイッター買収したらしいんだよね、彼はね。ツイッター買収するってだいぶ物好きだなって思いましたけど、まあまあまあ、ちょっと話逸れちゃったんですけど、まあ、とりあえず、そうですね。まあ、可能だったらね、もうその、言った人に直接言った方がいいんじゃないかって思ったりもするんだけど、これもね、なかなか難しいんですよ。なんかトラブルした時に、その相手側に、いやーこれそんなことないんで訂正していただきたいですって言って、うまくいったことってほとんどない。ほとんどない。から、うまくいかないと思う。じゃあ、殴られ損なのかよって言われると、
今大 SNS 時代殴られ損だなと思います。俺もそういうの結構あるしな。ので、まあそうですね、ブロックして、まあ視界から消すみたいなのは、まあ正直いいんじゃないのかなと思ったりもしますけどね。俺ブロックとは基本的に使わないけど、まあなんか楽しくツイッターを生きていくんだったら、ある程度はそういうなんか切り分けって必要なのかなと思ったりはするし、まあ本当にね、嫌で嫌でしょうがないっていうんだったら、まあある意味法的措置に出るっていうね、手も不可能ではないよね。そうなんだよ。ブロックしたらブロックしたってさらされるしね。めんどくさいんだよね。だからとにかく見ない、放置する、そっちに行かないっていうのが一番大事なんだけど、どうしても目に入っちゃうんだよなっていう場合だけ、まあミュートとかブロックとかしてうまいこと対策するしかないのかなっていう気がしますね。俺はね、基本的にミュートにしかしないです。なんだろう。これ検索余計だなと思う人は結構ミュートにすることがありますけど、まあそれぐらいかな。はい、そんな感じです。おそらくね、あのツイートを見た人も、まあちょっとツイート、ちゃんとは見てないんですけど、そこまでね、真剣に受け止めてることはないと思うし、それで、まあ、生きにくくなることはないと思うので、まあなんとかね、自分の一つの武勇伝として語り継いで、飲みの席でね、笑いの話、ネタにできるぐらい消化できるといいなと思います。僕もさらされたことあるんで、そういう感じでいきましょう。こんな感じでいきましょう。ね、楽しく明るく前向きにいきましょう。やったー、さらしてもらえたーみたいなやつね。それでいきましょう。さらしてもらう実績解除完了って感じで。では、そんな感じでいきましょう。お便りいただきありがとうございます。